夏、朝もやのカムイとマ。8月、午前8時頃、モケウニ沼園系。8月、午前9時頃、北オホーツクは、北海道の道北、オホーツク海側の北部地域を指す、地域名称である。主に、北から、稚内市、サルフツ村、浜とんべつ町、江差町、つまり、宗谷総合振興局管内地域が該当する。江差市、浜とんべつ。 サルフツの拡張村にわたる総面積3927ヘクタールが北オホーツク同立自然公園に指定されており、湖障、湿地、原生花園などの自然が守られている。北オホーツクは亜寒帯に属する北海道のその北東部に位置し、オホーツク海側に面した厳しい風土の地域である。明治以降、入植、開拓が行われるも、 湿地帯が広がる痩せた土地や寒冷な気候は稲作、畑作等には適さず、技能者が相次いだ。こうした事情などから、集落らしい集落は、各町内の漁港近くや浜頓別町及び、江差市町中心部に見られる程度であり、大部分は、落農地、荒涼とした、原野、湿地、沼などである。当期、1月中旬から下旬には、 オホーツク海沿岸に流氷が到来し、おおむね3月末頃の海明けまで、海岸に接岸したり近海に去ったりを繰り返しながら、沿岸を覆う。流氷の時期、特に接岸して水面が完全に隠れるようになると、表現の様相を呈し、陸地部分の気温も一段と下がる。その高流とした海岸は、日本の秘境百選に選ばれている。北オホーツクには、 ほぼ自然のままの沼や、原生花園が残る。浜頓別町には、くっちゃろサルフツゲン屋には、アサチの湿地、モケウニ沼、カムイと沼などがある。一帯は、低層湿原や中間湿原の様相で、ヒオうぎやヤメ、わたそなど確認できる。中でもサルフツゲン屋は、日本の重要湿地500に選定されている。浜頓別町のくっちゃろこは、 小白町の越冬地として著名である。流氷の季節には特別天然記念物である、オジロワシ、オオワシなどが越冬のために飛来する。巨類は天然の伊藤が生息する。北見市に岬公園より望む北見市に岬とオホーツク海北オホーツク同立自然公園が北海道によって指定されたのは1968年のことである。域内には 北オホーツク地域の古生やエサヌカ原生花園、ベニヤ原生花園などの自然植物群落などがある。花の季節、特に6月から8月には、サルフツ村のエサヌカ原生花園では、ハマナス、エゾスカシーユリなどの鉱山性植物が咲く。エサヌカ原生花園の群落では、150種類以上の鉱山性、北方性植物を見ることができる。 原生花園以外でも、露房や原野その他各所で、鉱山性の植物が咲いているのが見られる。このほか、比較的単調な海岸線が続く北オホーツクに、あって、険しい海岸線を見せる、北見新井岬や薄田イベ洗浄岩などの奇形も北、オホーツク同立自然公園に含まれる。農業は、広大な天北原野の一部である、この北オホーツクの原野に、明治期以降入植。 開拓が行われてきたが、その厳しい気候と畑作、稲作に適さない土壌により、離農が相次いだ。入植当初から昭和50年頃まで、江差町歌登地区、中トン町などでは、ジャガイモの栽培が盛んであったが、徐々に落農に移行し、現在は落農に特化している。猿ツ村では1963年落農業に特化し、現在は、 酪農が盛んである。漁業も盛んである。江戸時代後期から明治期にかけては、未診療が盛んであったが、乱獲により、資源が枯渇し衰退した。現在は、漁場の育成や負荷、育成などを行い、漁業規制を設けるなどした結果、ホタテガイ、ケガニ、タラバガニ、サケ、マスなどが豊富に取れるようになった。特に、ホタテガイ、ケガニ、 鮭の水揚げ高は日本有数である。第二次世界大戦中は、猿普津村浅地の地区に浅地屋飛行場が建設されたが、軍用飛行場であったため終戦と同時に放棄された。明治31年、江サ市のパンケ内、ウソタン内、ペイちゃん川等で砂金が発見される。この砂金を求めて、砂金堀たちが江サ市に集まり、さながらゴールドラッシュのような賑わいを見せ、 集落が形成されることとなった。しかし、このゴールドラッシュは4年程度で衰退し、砂金掘りは南のオームや門別などに移っていった。現在では、浜東別町内の嘘丹内に、浜東別町への嘘丹内砂金採掘公園が整備されており、砂金掘り体験やキャンプができるようになっている。浜東別サルフツ館のサイクリングロード、猿仏村浅次や。 飛行場前駅跡。1993年。当地域にはパッケージツーアー等で来訪する観光客などを大規模に集客できる観光資源等はほとんどなく、湿地や原生花園などの観光資源も観光客向けの開発整備はされていない。反面、整備されていない、もしくは大規模に開発されていない景観や自然を楽しむことは可能である。 流氷の雪岸する時期は流氷に覆われ、表現となった海の暴爆とした景観自体が観光資源であり、沿岸の国道238号を観光バスが走ることもある。1980年代末までは、北オホーツクの北見江差し鬼西別館には、国鉄高品北線、天根北線があり、オホーツク海を車窓から楽しむことができたが、 現在これらの鉄道路線は廃止されている。流氷は観光資源にもなり、集客力のある網走市、ウトロ、門別市などで、再氷船や流氷に親しむアウトドアメニューが提供されているが、観光地としての集客力を持つ都市のない北、オホーツクでは、一般観光客向けのアクティビティはほとんど提供されていない。北オホーツクでは、流氷以外の自然景観も、 観光資源である。おおむねなだらかな海岸線を形成している北、おほうつくにあって、江差市町の北見新井岬崎付近は、3階が海岸線に迫る険しい地形となっており、車内山道と言われる高みから、おほうつく海を見渡すことができる。国道は、岬崎部分を北おほうつくトンネルで通過するが、トンネルで入り口脇に海岸線に沿った旧国道があり、 旧国道沿いの公園からオホーツク海を見渡すことが可能である。また、付近にはウスタイベ洗浄岩と呼ばれる気象がある。花の季節にはエサヌカ原生花園、ベニヤ原生花園などで高山植物の群落が花を咲かせ、観光客らの目を楽しませる。浜と別町のくっちゃろコは、静筆な景色とともに、陶器琥珀町の越冬地として著名である。また、 湖畔には、浜と、無別温泉ウィング、浜とんべサイクリングターミナルが設置されている。この浜とんべ町から、猿フツ村にかけては、旧 JR 天北線の線路跡が、サイクリングロードに転用されており、花の季節には、道路脇の花々を楽しみながら走れ、雪の季節は圧雪整備され歩くスキーができる。サイクリングロード沿道や近隣には、カムイト沼、 模型に沼などがあり、沼や湿地帯を巡ることもでき、また道路脇の飛行場前駅跡や鉄道標識など、天根北線の移行を見ることもできる。各地で博物館や歴史資料館等の整備がなされており、地域の成り立ちや文化などを学ぶ観光客も多い。国道238号が主要道路である。鉄道はなく、公共交通は、宗谷バスが担う。このバスは、 かつての天北線及び、高品北線の代替バスである。天根北線は、かつては、旭川から稚内に向かう宗谷本線として、建設された鉄道で、中川郡おといねっぷ村の宗谷本線、おといねっぷ駅から浜頓別町の浜頓別駅へ出て、海岸を北上し、猿仏からは、内陸の沼川駅を通って、南稚内駅に至っていたが、1989年に、 廃止され、線路跡は一部がサイクリング道路や一般道となっている。また、浜と別北見江差市間には、かつて国鉄高品北線があったが、これも廃止され、並行する国道238号線に代替バスが設定された。高品北線は、北見新井岬を回る車内山道を通り、おほうつく海や流氷を鑑賞できたが、 南線ともども1985年に廃止された。車内山道から北は浅瀬、岩礁があり、船舶交通の障害となっている。1939年12月には、マガダンより、カラフト東沖を通り、宗谷海峡経由で、ウラジオストックに向かっていた、ソ連の船舶インディギルカ号が嵐に揉まれてフ仏、村沖と土岩で座礁。 檻からの嵐と国間の海に飲まれた乗船者700名以上が死亡する事故が発生した。ありがとうございます。